1. 苗刀に苗刀は、和光が使った日本刀をもとに、明の頃から製造されている長大な和刀、もしくはそれを扱う中国武術。長さがある割に細く、軽量に作られているため、苗刀という。日本刀と比べると、柄が唾元に向かって細くなるなど、若干形状が変化している。和光が明の軍隊を苦しめた要因を多くの者は、 日本刀の性能に求めたが、一部のものは日本剣術の技の身軽さや素早さ対裁きにあると考えた。和刀の撃退に成功した民の将軍、関継輝テルは、対話光戦で得た影流剣術の目録を研究し、新友刀法を表した。また、関継輝テルは、和刀や長獣を装備した兵を含む部隊を、どのように運用するかを研究し、 北方民族の侵入を撃退することに成功した。武術としての苗刀は1621年にほど、宗友が担当法線を表したことに始まる。ほど宗友は日本の当日を学んだという流運法なる人物に学んだという。ついで1644年にクレルマタが担当図説を表した。現在まで伝わる苗刀の技法は、 この二書の内容が元になっている。苗刀は壁掛かり剣に平伝されていることが多い。近代に至り、1927年に中央国術館で二祖寺苗刀という当時が制定された。また、意見の一部の系統で総和剣という当術を伝えている。これは後に太毛拳を開いた沢井健一が伝えた日本剣術であるが、苗刀のような 超大な刀は使用しない。ありがとうございます。